こんばんは、五十嵐レイです。今週は例年波乱傾向にある東京新聞杯が東京競馬場で開催されます。ゴール前でのもう一伸びが要求されるスピードとスタミナが必要なコース。今年の東京新聞杯は登録馬から判断してややスローペースの差し比べの展開になると見て予想を考えてみました。それでは皆様、今週もよろしくお願いします。本命に選んだのはダノンプラチナです。前走の香港マイルでは7着に敗れましたが、国内のマイル戦で見ると4戦4勝と底を見せておらず、東京マイルでも3戦3勝を挙げている実績馬。朝日杯フューチュリティステークスを優勝している実力から考えても、今回のメンバーなら1枚上手と見て本命に選びました。あと東京を得意とする海老名騎手とのコンビなのも魅力だと思います。気がかりなのは遠征疲れが、ね、どの程度残っているのかという点なんですけれども、メンバー的に見てもやっぱり外せない一頭だと思います。対抗にはグランシルクです。堅実な末脚が魅力の馬。前走のニューイヤーステークスでも大外を回る展開ながらも 32.9 秒の末脚で3着に好走しているのは評価のできるレース内容だと思います。爪が甘いタイプの馬なので勝ち切ることは難しいのかもしれませんが、馬券で考えると抑えておきたい一頭です。また池添騎手とのコンビでどこまで、ね、新境地が満たせるのかも気になるところです。続いてはスマートレイヤーです。展開次第ではいつ G1 を優勝してもおかしくない実力馬。前走のエリザベス女王杯でも 0.1 秒差の5着は復調気配を感じるレース内容。マイル戦で勝てないイメージも強いのですが、3走前の米子ステークスで勝ち切ったように、そろそろマイル戦でも安定感が出てきたように伺えます。有馬記念優勝ジョッキー吉田隼人騎手とともに久々の重賞制覇にも期待です。そしてエキストラエンドです。この馬も展開に大きく左右されるタイプの馬なのですが、差し比べという展開を前提に考えるのであれば、休符上も考えられる抑えておきたい馬だと思います。あとはスタートにも注文がつく馬なので、岩田騎手の手綱さばきにも大きく力量を問われる一戦となりそうです。スムーズにゲートをこなして差し比べになれば不気味な一頭です。それから里のギャラントです。東京5勝のコース巧者の馬。左回りをとても得意とする馬で、関屋記念でも3着に好走した実績を考えると、今回のメンバーなら最高峰からの内枠をついた一発があるかもしれません。というわけで今回は以上の5頭を、本命のダノンプラチナの遠征疲れの影響が見えないのでボックスでいきたいと思います。なのでボックスは合計10点、今回は10点で的中を狙いたいと思います。最後の 525.9m ある長い府中の直線を突き進み、最後の平坦になった 300m で突き抜けてくる馬はどの馬なのか、楽しみなマイル戦となりそうです。そして今週は如月賞の競馬予想も配信しておりますので、お時間がありましたらそちらもぜひご覧ください。チャンネル登録、今週も皆様のねお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐レイでした。